ボストンの中でも一番大きいナイキショップやってきました。ボディストンストリートっていうところの真裏にあるところで、この辺は本当に原宿みたいな感じですごいおしゃれなお店、ファッション系のお店めちゃくちゃありますね。よし、じゃあ行ってみましょう。KD シリーズですね。この辺はカイリー・アービン、カイリー・ファイブ。なんだろうな。おしゃれなですね。これレブロンですね。レブロンです。この辺はランニングシューズですね。これは原宿かな。なんか昔のあのリブロンのポンピューリみたいな。色合いしてますね。ネオンのイエローとレッドで。これは割と日本でもなんか人気のって色じゃない。エアフォースワンの素材がこう履きやすそうな素材ですね。こっちがその配合です。これかっこいいですね。めちゃくちゃエアバイパーマックスのソールがネオンイエローで上がブラックで、まあ、190ドル結構高いですね。これね、やっぱり可愛くないですか。ジョーダンの感じがする。こっちの方がありましたけど、すごい色ですね。ジョーダン5のイエローとブルー、あ、ジョーダン13か。この色も今度日本で発売になるみたいですけど、売ってますね。結構定価高い、90ドル。ジョーダン9のこの色はあれですね。ジョーダン10です。めちゃくちゃ好きなジョーダン10です。190ドル。これラッセル・ウェストブルックの02っていうモデルですね。結構見た目ごつそうに見えるんですけど、意外と軽いです。グリップも良さそうだし、後ろにこうなんかこのタグについてるこれがあるのがすごく不思議なモデルですね。なんか一回履いてみたいなって感じはありますね。良さそう。シャツこの縁の部分がズボンの縁みたいな可愛いですね。このバスパンもすごい可愛いんですけど、結構いい値段します。80ドル。やっぱボストンセルティックスアイテムはすごい充実しますね。さすが地元愛が感じられます。今日の一押しはこれじゃないでしょうか。カイリー5のチャイナみたいな色をしているやつ、今日の一押しこれです。これもかっこいいね。 Just do it, Just do it. かっこいいね。ついに来ました。フットロッカーのサースオブクープスボストン店やってきました。ショッピングモールの中にあります。これは、はい、さあどんなアイテムがあるかちょっとチェックしてみましょう。まあ、この辺はね定番の形だけど、これとか結構まあ好きな人は好き。エアモアップテンポ安いね。これやっぱ日本だと2万ぐらいしか買えないんじゃないですかね。この1万3000円とかでは買えない値段じゃない。人気があるモデル、うん、これめっちゃ選んですね。カイリー5のこの色見たことないですね。ちょっとこれはすごく興味ありますね。
ちょうどいいですね。天がちょうどいいですね、これね。これハーフサイズアップした方がいいですね。どうですか？どうです？どうでしょうか？いいじゃないですか。どうですか？これでアメリカでバスケットしたいと思います。よし、カイリー5じゃあ購入してみましょう。